最近思うんだがな。なんで普通に会話を始めているの？そりゃおまけコーナーと言ったら私、霧雨マリサの独壇場だからな。誰が決めたのかしら。私に決まってるだろう。はあ、困ったネズミね。猫いらずはどこだったかしら。おっと、猫いらずは人間もいらん。どこかで交わした覚えのある会話ね。ん？そうか？気のせいかもしれないけど。ともあれ、紅茶の一杯でも欲しいところなんだが。私以外に頼みなさい。それで、何を話そうとしていたの？ん？さっき、おもむろに話し始めようとしていたでしょ？そうだったか？いや、最近思うんだがな、とか言っていたわよ。おー、そうだったそうだった。それで、最近どうしたの？最近、告白って流行っているのか？どうかしら。私はそういう流行には詳しくないけど。いや、アリスもいきなり告白から入ってたからな。そうなのね。それで、お前もだろ？これはもう流行してるに違いないぜ。それは確かにブームね。時代に取り残されなくてよかったわ。意外とミーハーなところあるよな、お前。私が告白していたのを知っているということは。当然のように最初から聞いていた。やっぱり猫いらずが必要みたいね。だから人間もいらないって言ってるだろ。まあ本さえ持っていかなければ別にいいわ。それは半永久的に借りてるだけじゃないか。猫いらずは天丼もさすがに3度目になると苦しいぞ。後でちゃんと返しなさい。いいわね。お、気が向いたらな。それで、告白なんだが、あざといな。そう？ああ、いろいろとあざとすぎる。告白って、そういうものじゃないの？まあ、確かにアリスもいろいろとあざとかったけどな。詳しくは、アリスの告白ディスクを聞けばわかるぜ。露骨に宣伝を挟んだわね。大事だしな。せっかくだからこのおまけでもあざといことをやってみないか。例えばどんな？パチュリーの無休100連発とか。それ何？天狗とかカッパがそんなことをやってたらしいんだ。私は別にいいわ。あなたこそ一応ゲストなんだから何かやりなさいよ。霧雨マリサのダゼダゼ100連発とかか。うん、そういうのでいいんじゃないかしら。しかし私は言うほどダゼダゼ連呼してないからな。ちなみにここまでに2回しか行ってない。地道に数えていたのね。ん？ 3 回だったか。あなた適当に言っているでしょう。まあいや、別におまけだからって何か特別なことはしなくてもいいってことだ。綺麗に放り投げたわね。そんな感じでおまけコーナーは終わりでいいだろう。そうね。ここまで聞いてくれてありがとう。楽しんでもらえたかしら。私は楽しかったぞ。これを聞き終わった後、あなたの心に何か残るものがあれば幸いよ。おっと、地味にスルーされた。お相手は動かない大図書館、パチュリーノーレッジ。そして、普通の冷やかしこと、霧雨マリサのお二人だ。またいつか、どこかで会いましょう。